よいしょ。スイちゃん水着ファンアート多すぎない？気づいてしまわれましたか？最近私も気づいたんです。あれ、スイちゃん水着のファンアート多くねって。どうして水着のファンアートがこんなに多いの？暑くなってきたからじゃないって思うやん。冬から全然あった、冬から全然多かった気がする。求められているからだよ。まあそうなんやろな。 R18 のイラストは嫌だから、そのつけないでよっていう話は有名じゃないですか。R18 のイラストは見たくないんで、タグとかつけないで、私にバレないようにやってくださいって、やるとしてもバレないようにやってくださいっていう、まあ、水着は R18 ではないやん。とはいえ、これ欲望が透けて見えすぎじゃねみたいなイラストももちろんあるわけよ。例えば、ちょっと、あるかはわからないけど、水着を着て股をおっぴろげ、みたいな。探せばありそうで草。なんかそういうのは、タグつけないでほしいなと思う。その水着を描くこと自体は、なんか、嫌ですとは言わないんだけど、なんか明らかにそれってなんかこう法のなんか隙間をかいくぐって的なやつじゃねみたいなやつはちょっと住み分けてほしいなと思いますね。なんかね、私さ、イラストレーターさんとかなんか依頼するときにピクシブで探したりすんのよ、結構。でピクシブでもうね、やばいの。本当に。もうほぼ見えてるけど、まあ、とりあえず乳首隠してるからええやろ、みたいな。そう。もろに出てなければセーフみたいな、もう R17.9 みたいなやつが、本当に無限にあって、結構健全なイラストを描く人に依頼をしがちだから、めっちゃ難しいのよ。それをかいくぐってさ、そのゾーニングス、もうピクシブはさ、欲しい。R15 タグが欲しいなって思った。